Hello and welcome everybody. Yu Yu Hakusho Forever. I'm here. I'm gonna try not to suck. とうとう霊怪獣の卵が帰るんだよ。早くこっちに来ておくれ。暗黒武術界、闇の力を使い富を築いた裏社会の富豪や実力者たちがそれぞれ5名の最強メンバーを集めバトルを繰り広げる史上最強の格闘技戦である。この大会にはゲストとして闇の世界に深く関わる人間が強制的にエントリーされ、拒否することはすなわち死を意味する。生き残る術は勝ち残るしかない。一度は倒したはずのトグロがユウスケの前に現れ、暗黒武術界にゲストとして招待することを告げた。そして大会当日、浦飯ユウスケ、桑原一馬、クラマ、ヒエ、謎の覆面戦士の5名はトグロの待つクリクリ島へ向かった。皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより暗黒武術界を開会いたします。中の水拳、暗黒武術界1回戦第1試合、浦飯チーム対6人会チームは中堅戦まで終了し、2対1と浦飯チームが優勢。さて6人会チーム、次の選手は、ウィーク、眩しいな。あー、補欠の中選手です。補欠言うね、姉ちゃん。ヒーキュー、さあ今から面白い遊びをたっぷり楽しもうぜ。おい、すっげえ酒の匂いだな。えい、早くおっぱじめようぜ。一人で戦うのが怖いなら、あ、まとめて相手してやってもいいんだぜ。キクション、いや、体がうずいてしょうがねえ。軽く運動しねえとな。軽くだと？戦う前に一つ貴様に言っておく。俺が弱えのはじゃんけんだけで、喧嘩は強い、本当に強い。何言ってんだあいつ。今のコメントを説明させていただきます。六遊会はメンバーの順番と補欠をじゃんけんで決めたというエピソードがあり、したがって補欠とは名ばかり。実力で言えば六遊会でナンバーワンと言っているのです。その通り。どうだい、驚いたが、俺は強いんだぞ。わかったわかった、おめえが強えのはよくわかった。おう、てめえ、俺の強さを信じてねえだろ。普通来ちまったぜ。やってやって、加減しないからね。レディーファイト。
おい、勝負に負けたんだ、とどめを。とどめ？甘ったれんじゃないよ。負けたぜ。カラス、奴らをどう見る？やがて我々と戦う相手だ。それまで勝ち残れるかな？なんとか1回戦を勝ち残ったユウスケたち。だがそれは壮絶な戦いへのプロローグでしかない。1回戦を終えた私たちを待っていたのは魔界の忍び魔性使いチーム。対戦相手は風使いのジン。飛び回ってばかりで目障りだね。さっさと降りといで、私が型をつけてやるよ。次回、風使い陣、嵐の空中戦。気合を入れてかかってきな。風使い陣、嵐の空中戦。暗黒武術会大会本部の陰謀により、裏飯チームには休む間もなく次なる試合が用意されていた。対戦相手は魔性使いチームである。互いに死力を尽くした戦いを繰り広げ、いよいよ強敵風使いの陣との対戦となった。ここの風は元気がいいだな。なんと風使いの陣選手、試合開始前から早くも風を操り、自らを宙に浮かせています。てめえ、降りてきやがれ。焦るなよ、今行くべさ。これが陣の風か。おめえ、いい風場持ってるな。いやー、プログレ、これ見てけろ。ん？耳がピーンと尖ってるべ。俺な、興奮したりワクワクするとこうなるんだ。いやー、こんなにピンピンに立ったのは久々だわ。はぁ？すっとんきょうな野郎だぜ。楽しく戦わなきゃ損だべ。せっかく体張ってんのによ。完全に切れたぜ。いつでも行けるぜ。もうやってろ。
頼もしく戦うぜ。俺様が相手だ。根性を見せたる。レディーファイト。くれ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 誰でやろうと負けねえぜ。やったぜ。頑張れ。なめんなよ。魔性使いチームに辛くも勝ったユウスケたち。しかし大会にはまだまだ強豪が残っている。果たして次なる相手はいかなる技を持つチームであろうか。ベスト4入りだぜ。準決勝の相手は裏おどぎチーム。くそー、何が若様だってんだ。妙な刀をビュンビュン振り回しやがって。てめえみたいなやつ三枚におろして刺身みてえにしてやるぜ。次回準決勝、狂気の獅子若丸、世紀の美男子オタカクアバラ、いざ出陣。狂気の獅子若丸。暗黒武術界は闘技場を新たにし、ついに準決勝の幕が切って落とされた。対する相手は裏おどぎチーム。戦いは刻々と進み、いよいよ獅子若丸の登場となった。さっきから気になっている、誰だ貴様。前のやつとは違うな。前のやつは抑えていても凄まじい霊力が内在していた。覆面で顔は隠せて、霊気はごまかせ。それはもうユウスケに渡した。確かに別人というよりは同じ人物がひどく弱った感じだ。霊気も愚か、スピードも波以下。とても前に見た覆面戦士と同一人物に思えんな。正体を見せろ。スマイ、
限界ばあさんじゃねえか。なんと覆面戦士は霊光波動拳の限界でした。殺せ殺せ。しけ。お前があの有名な限界だったんだな。ますます楽しみが増えた。さあ誰だ、最初に死ぬのは。そこの失敗面、お前はどうだ。誰が失敗面だこら。うまい。敵ながら的確な表現だ。やるのは俺だ。いや、俺に行く。俺に勝つ気でいるとは愚かな。待て待て、あーまで言われちゃ黙ってられん。こいつは俺が直々に追い出さん。ここは平和的にじゃんけんで決めましょうか。じゃんけん、なんだそれ。人間界の遊びですよ。これがグーで、これがパー、これがチョキ。初心者はグーしか出しちゃいけねえんだぞ。桑原君、嘘を教えないように。じゃんけんパー。よっしゃー、俺の勝ちだ。待て貴様、今のは遅出しだぞ。てめえ初心者のくせに、なんでそんな専門用語。邪眼の力をなめるなよ。俺に任せろ。俺の出番かい。さあ始めようか。悪いね、俺の勝ちだ。待ちくたびれた。一瞬で決めてやろう。レディーファイト。出会っちゃったよ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 。出会っお前に俺の技を見切れない。そんなはずは。獅子若丸が倒れたことにより裏飯チームの決勝進出が決まった。果たしてトグロチームの実力は。裏飯チームに勝ち目はあるのか。いよいよ決勝戦。トグロチームはカラスが出てきた。あの妙な容器、爆弾を支配し作り出す妖怪クエストクラスか。まさか
人間界で会うことになるとは。次回波乱の決勝戦、カラスの秘技応酬、貴様を倒すためなら何にでもなってやる。決勝戦、カラスの秘技応酬。決勝戦を前に玄海はトグロに呼び出され、そして命を落とした。玄海を失った恨めしチームは悲しみを闘志に変え決勝戦に赴く。波乱の暗黒武術界決勝戦第一試合は今始まろうとしていた。ユウスケ、玄海師範の代わりの5人目はどうなってるんだ。なんだよ、ばあさん来れねえのか。ああ、まあな。そういや、恨めしに全て託したって聞いてたからな。やれやれ、どこまでもめでたい野郎だ。ん？なんだてめえは。ふん。おっと、それより恨めし、代わりの5人目って一体誰なんだよ。助っ人頼んだんだろ。ああ。やろう、逃げたんじゃねえだろうな。5人目はわしだ。こえま、ちょっと待って、玄海選手がいる以上補欠との交代は認められませんよ。別に構わんさ、見たところほとんど霊気を感じない。お飾りの人数合わせといったところだろう。よくぞ見抜いた。威張んな。ああ、ようやく決勝に臨む選手が決定いたしました。果たして優勝はトグロチームか、それとも浦和市チームか。今まさに歴史的一戦が始まろうとしています。いつでもいいぜ。俺様のやるのは俺だ。俺に行かせてくれ。まずは貴様から血祭りにあげてやる。勝利です。
消え。貴様の手など借りん。相変わらず可愛くねえな。死力を尽くした攻撃にカラスは倒れた。だが壮絶なる決勝戦は始まったばかりだ。暗黒武術大会決勝戦第2試合、トグロチームは V の野郎が出てきやがった。この感じ前にも増して嫌な陽気だぜ。だが何を隠そうと俺の黒竜で貴様の全てを焼き尽くしてやる。次回、隠された V の力、黒竜の力をなめるなよ。I can finally speak. There has been a lot of noise here. Also, far so good. 隠された V の力。Definitely not that bad. 暗黒武術界決勝戦。辛くもカラスを倒した裏飯チームは決勝戦第2試合へと駒を進めた。よし、今度は俺が行く。よし、放電は弾んでやるぞ。てめえ、縁起でもねえこと言うんじゃねえ、このおしゃぶり野郎が。てめえ、何笑ってやがる。今のうちにこの世に思い残すことのないようにせいぜい楽しんでおくんだ。貴様らの行く先には地獄への道が口を開けて待っているだけだからな。何だと？言わせておけ。地獄に落ちるのは奴らの方だ。さて、いずれ死ぬにしてもやはり俺が直接手を下した方が気分がいい。誰に最初の犠牲者になってもらうか。なんだ V、 お前が行くというのか。珍しいな、お前が積極的になると。いいだろう、せいぜい死の恐怖を味わわせてくれ。死の恐怖だと？笑わせる。死ぬのは貴様らだ。いつでもいいぜ。実に不愉快だ。片付けてやる。容器も通っていない鉄くずがこの俺に通用すると思っているのか。俺をあんまり舐めるな。後悔することになるぜ。レディーファイト。変殺連覚だ。変殺連覚症。変殺連覚症。この運気を手を上げするのでしょう。やったらいいようにして。ああ、ほぼ譲りません。弱いポーションが与えています。おいしいぞ。ちょっと僕の運動が大丈夫よ。ダウン。ジュリーさん、カウントお願いします。無駄です。勝負はついておりません。受けてみろ。起きました。
指図されるのが嫌いでない。お互いに全力を尽くし辛くも勝利をものにした裏飯チーム。だが戦いはまだ終わりではない。暗黒武術界もいよいよ大詰めだな。残りは戸黒兄弟の二人だけ。戸黒兄、あの野郎の勘に触る笑い声、いい加減ムカついてきたぜ。貴様、生きて帰れると思うなよ。この俺を怒らせた罪は大きい。次回、トグロ兄の不気味な影。死んで罪を償え。不気味な影。暗黒武術界決勝戦、激戦の末1回戦2回戦をものにしてきた裏飯チーム。不気味な笑みを浮かべ戸黒兄が裏飯チームの前に立ちはだかった。なんだこの寒気は。なんでこんなに体が震えるんだ。さすがお前の霊感は鋭い。もう自分の死を予感しているとは。貴様いつの間に。お前もすぐに玄界のところに行ける。死という方法でな。何、今なんて言った。何を驚いている。まさかお前知らなかったのか。玄界は死んだ、殺されたのさ。死んだ？そんな。そうか、みんな知ってたんだな。俺だけ知らなかったのかよ。お前の仲間も冷てえな。誰も教えてくれなかったのか。よし、俺がメイドの土産に教えてやろう。貴様ら人間がいかに無力で哀れかをな。昔々、若い男と女がいました。二人は共に武道を極めんとする仲間でした。しかし年月がどんどん過ぎて、女は醜く年を取り、逆に男は武道のために魔界の力を借り、若さを保ち続けたのです。そして年を取った女は若いままの男を妬み、決闘を申し込みました。しかし哀れにも返り討ちにあってしまうのです。なんと玄界選手はこの決勝戦が行われる前に戸黒弟選手に殺されていたということであります。こうして玄界は弟に殺されて天国へ行きましたとさ。
めでたしめでたし。やってやろうじゃねえか。完璧に言おう。威勢がいいな。うるせえ。てめえだけは、てめえだけは許さねえ。でーくたばりやれ。レディーファイト。ゲロッストップだ。ゲロッストップだ。だがお前は俺に致命的なダメージを与えられなかったぜ。何くそ、なんてやつだ。どうだ、手も足も出ない。俺の体がつながった時がお前の最後だ。何よそれな。前の体を全部ぶっ潰したらどうなんだ。不死身のトグロ兄をついに倒した裏飯チーム、いよいよ決勝戦は最終局面を迎える。え、トグロ兄の野郎、あいつは不死身か。あの攻撃を食らってなんで立ち上がることができるんだ。くそー、一体どうすればいいんだ。何、コエンマ、俺の代わりに戦うっていうのか。ん、秘策があるだと。どういうことだ。次回、不死身の男トグロ兄の逆襲。まさか鬼のあいつが出るとは。
地味な男、トグの兄の逆襲。この声は。なんでしょう、この笑い声は。さすがにさっきのは聞いたぜ。ゲゲ、あの野郎、まだ生きてやがったのか。これは驚きです。トグの兄選手が復活してきました。殺す、お前らは確実に俺様が殺してやる。やろう、今度こそぶち殺してやるぜ。クワバラ、止めんな。それともてめえが行くってのか。どうしてもというのならそれも仕方があるまい。コエンマ、ご立派です。コエンマ様、やめておけ。貴様にどうこうできる相手ではない。いや、わしが行くわけではない。え、なんか嫌な予感。行く、ヨルジュ。そんな、ご無体な。なんだお前、そんなに死にたいのか。いや、望み通り貴様から血祭りにあげてやるよ。いや、私ではなくコエンマ様が。ヨルジュ、あー、どっちも怖い。ごめんなさい。
大したことのないやつじゃ。大したことのないじゃないですよ。まったくなんてことさせるんですか。ああ、いたたた。カモン、そんなもんで痛がってるんじゃない。こんなもん、こうしてやる。えい、えい、えい。コエンマ様。おしゃぶり小僧のおかげでとんでもない目にあったジョルジュ早乙女だが、めげるな。どんなに辛いことがあっても明日はきっといいことがあるさ。頑張れジョルジュ、負けるなジョルジュ。トグロ兄の復活騒ぎもわしのおかげで収めることができた。いやー、めでたしめでたし。私が戦ったんですよ。よーし、あとは全力でトグロ弟にぶつかるのみ。みんな頑張れよ。だから私が。うるさーい、今予告中なんじゃ。次回死闘決着、トグロのフルパワー。あー、もうあっちけ。嫌いだな。決着、トグロのフルパワー。暗黒武術界決勝戦、数々の死闘をくぐり抜けてきたユウスケたち、宿命の対決。ユウスケたちとトグロの最後の戦いが今始まろうとしていた。城内、未曽有太陽に静まり返っております。いやー、まさに手に汗握るとはこのことですね。あー、心臓がドキドキしてきた。うるさい、黙って見ておれ。痛い。お前たちの力、本物かどうか、まずは 80% からいくか。うわあ、陽気だ。ああ、寒気がするぜ。自分自身不審だぜ。妙に気分が落ち着いてやがる。あまりにひでえ怪我をすると痛みを感じなくなるっていうな。恐怖、そうかな。完全に切れたぜ。やってやんぜ。緊張はしてないようだね。結構。さあ見せてくれ、限界から渡された力を。ああ、見せてやるぜ。バンさん、見ててくれ。
こりゃ相手を挟む気を知らないカレーの攻撃だ。こりゃこの武器を一度考えたりするのでしょうか。やられ、決して私は誰かに言った。こりゃ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 ショットガン相手を挟む気を知らないカレーの攻撃だ。こりゃ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 こりフフフ、俺に勝ったつもりだったか。なんだこの感じ、殺気でも毒でもね。目が合っただけで殺される気がしたぜ。初めて敵に会えた。いい試合をしよう。全力で撃ってみろ。ラストチャンスかもしれん。なめんな。お前には義務がある。今持てる力を最大限に使い尽くし、俺と戦う義務がある。仕方あるな。お前がいいな。いい。裏飯の力を引き出すために、つまり俺のために死んでもらう。やめろ、トグロ。邪魔だ。惨めだな、裏飯。お前は無力だ。クズ。待て、俺一人でいい。ほらよ、根がとことん負けず嫌いでな。クラマヒ、手出しは無用だ。花は桜木、男は桑原。ただじゃやられねえ。子たちなりと奴に食らわしてやるぜ。クワブラー、ダメー。恨めし、てめえはこんなもんじゃねえはずだろ。俺をがっかりさせるな。クワバラ君。クワバラ。うわあ。
勘違いするなよ。お前はまだ本気の俺と戦う資格を持ったに過ぎないということを。言いたいことはそれだけか。トグロ、てめえだけは絶対許さねえぞ。礼を言うぞ、恨めし。こんなに力を出せたのは初めてだ。フルパワーを超えた歪みか。他の誰かのためにフルパワーを超えた力が出せる。それがお前たちの強さ。ようやくこの島ともおさらばか。長かったもんな。いろいろあったしね。このスダコがみんな気使ってばあさんを思い出さないようにしてんのによ。ごめんごめん。おう、来た来た、船が。よし、行くか。行かれますか。行くとしましょ。さっさとな。いざ凱旋。おお、おいおい、なんて冷たいんだろうね。え、その声は。
年寄りを置いて帰る機会。ば玄関師範坊さん。勝手に人の墓を作るんじゃないよ、冒険。ばあさん。支配のところに細身で背の高い男のお客さんが来ているみたいなんだよ。悠々白書の物語をたっぷり楽しめるモードだよ。 Alright everybody, this will be it. Please don't forget to favorite, rate, comment and subscribe. Thank you for supporting the channel. This has been Zarapunky on Facebook Live with this really cool awesome game. Yes, I love the game. I'll see you guys later.